今度は何の用だ。白を探しているのですが、何かご存知ありませんか。あのヒューマの男ならラジルダへ行くと言っていた。ラジルダですか。ありがとうございます。待て、友人よ。あんたが何をしているかには興味はない。だがそうしてヒューマと共にいることはあんたのためにはなるまい。特にそのヒューマの娘ガジマが気に食わんようだな。俺を見る時の目つきを見ればわかる。それはこの子が悪いのではなく。その娘だけに限った話ではない。種族間の争いの種はどこにでも転がっている。道は二つに一つ。我らのように他を寄せつけぬか、主従の関係を作るか。酋長さんよ、もう一つあるぜ。お互いを認め合うってやつがな。理想論だな。理想のどこが悪い。理想ばかり追っていてはそこに実は残らん。そういうことだ。兄、チトレ、歩きながら考えろ。立ち止まっている暇はない。ああ、そうだな。とにかく今はハックに話を聞くのが先だ。ラジルダへ向かおう。またラジルダか。あの町あんまり好きじゃないんだよね。俺もだ。自然も多くていい町だとは思うけど、住んでる奴の根性がねじ曲がってるよな。思念が満ちてるからってあれはひどいよね。まともな人なんて数えるほどしかいないし。まったくだ。なんか僕たち珍しく意見があったね。雲海にそびえし西への塔か。そんな高い塔なら目につかないはずないと思うんだけど。ということはそれほど高くないか。何かの例えか。いや、世界にはまだまだ俺たちの知らないことがたくさんある。もしかして俺たちの知らないどこかにそのような塔があるのかもしれない。友人にも知らないことがあるの？当然だ。まだまだ俺も勉強不足だ。じゃあどれだけ勉強すればいいの？生涯勉強は終わらん。日々これ精進なり。これは。大丈夫か。あ、おい。以前とは町の様子が違うような気がしないか。ええ、町の人の表情が硬いわ。それに気のせいか前よりも静かね。思念の影響で以前にも増して緊張が高まっているんだろう。あ、ハック。なんかあったみたいだな。行ってみようぜ。おじさん、ハックっていう。ハック？ハックがどうした？え？ハックを知ってるの？ハックはどこ？どうしたの、おじさん。うるさい。ユーマには何も教えられん。何それ。
妙だな。ガジマたちは何をこそこそやってるんだ。ハックに関係があるのは間違いなさそうだな。それに個人的な話ではないようだ。フォグマに話を聞くのが良さそうだな。フォグマ様にお聞きしたいことがある。ぜひお会いしたい。通っていいぞ。ただしあんただけだ。わかった。お前たちはここで待っていてくれ。それで私に話とは？はい、ハックという男を探しているのですが、何かご存知ありませんか？以前にも忠告したはずだ。意図して閉ざされたものに触れるでないとな。闇の力のことをおっしゃっているのですね。ハックとどんな関係が？ハックのことは忘れろ。忘れろ？どういうことですか？闇の力に触れてはならん。忌むべきものを起こしてはならん。その禁を破ろうとする者があれば、命を奪ってでも止めるまでのこと。ハックが闇の力の封印を解く鍵を見つけたと？知らん。何も話せん。帰れ。すぐにこの町から出て行け。フォグマンの手下どもがうろうろしてたのはハックを殺すためだったんだな。みんなにキトレイが闇の力を持ってるって教えてあげたら？そんなことをすれば今度はキトレイが狙われるだけだ。ガジマとヒューマの両方からな。うん、この町ではその話はしない方が無難だ。聖なる鳥の次は闇の力。争いを止める力をめぐって争いが起きてるなんて、全く皮肉な話だぜ。ハックさんはもう捕まってしまったんでしょうか？いや、フォグマの口ぶりから察するにまだだろう。俺たちもハックを探そう。奴らに殺される前に。ここは？お、気がついたか。ここはラジルダの俺の家だ。私、どうしてカレギア城にいたはずなのに。カレギア城？じゃあバルカから来たのか。どうしてあんなところに、しかもそんな格好で。何か事情がありそうだが、まあいい、深くは聞かん。それより腹は減ってないか？いえ、私は。何か適当に見繕ってくる。待ってな。どうしたんですか？静かに。親父が帰ってきた。もう親父は大のガジマ嫌いでな。見つかると面倒だ。おい、ハック、行くぞ。ハック？親父のやつ、何をこそこそとやってるんだ。それにあいつらは一体。魔王、昨日の夜寝言でお母さんとか言ってたぞ。お母さん？お母さんか。さては記憶を取り戻して。母ちゃんが恋しくなってな。ティトレーじゃあるまいし、そんなんじゃないよ。俺がなんだって？目が覚めた時、安らかな気持ちだったのはフェニア、お母さんの夢を見たからかな。
お前は収容所であった。おお、ガジマの旦那、大変だったらしいが、もう大丈夫なのか？新根性のおかげで助かった。困った時はお互い様だ。それで今何を？ハックというヒューマの男を探している。ハック？そいつならさっきうちの親父とどこかへ出かけたぜ。そいつが何かしたのか？闇の力を調べたせいでフォグマに命を狙われている。なるほど。闇の力は俺たちヒューマにとっちゃ聖なるものだが、ガジマにはタブーだからな。しかし闇の力なんて本当にあるのか、俺にはどうにも信じがたい話だが。あんたの親父さんがハックを使ってそれを手に入れようとしていろいろとヤバいことになってるのは間違いないぜ。あんたの親父さんの目的は一体何なんだ？さあな。どうせガジマを追い出すとかろくでもないことだろうよ。この町の人はどうしてこんなにお互いのことを憎み争ってばかりいるのですか？そいつは俺が聞きたいね。あんたどう思う？それはすまないが俺は行くぜ。人を待たせてるんだな。もし親父に会ったらバカなことはよせと伝えてくれ。イーガとハックが闇の力を求めているなら行き先は一つ、あの泉だ。よし、急ごう。どうしたんですか、ウェイグさん。いや、今クレアの声が。何言ってるんですか？クレアさんはここにいるじゃないですか。そうか、そうだよな。ハックたちはここにいるのかな？どこだ？一緒じゃなかったのかよ。怪我で動けんというから置いてきた。そんな、ひどい。変な闇が湧き上がってきてすっぽり包まれたのだ。こっちも自分の身を守るので精一杯だ。仕方あるまいけ。あの男のせいで散々な目にあったわ。何が闇の力だ。期待させるだけさせおって。まったく、人手なしの親父ね。ハックを助けに行くぞ。この向こう何も見えないよ。誰かいるのか？助けて、助けてくれ。ハックの声だ。行くぜみんな。準備はいいな。我が槍の前に敵はなし。大丈夫か？逃げようとしたら足をひねっちゃって。でも助かった。ありがとう。いつもいつもすまない。君たちに助けられるのはこれで3度目だよね。ちょっと足を見せてください。これは少し冷やした方がいいですね。一旦町へ帰りましょう。外が騒がしい。何かしら。これは。あ、大丈夫？何があったの？わかんない。大人の人たちが急に喧嘩を始めて。このお花もらってもいい？揉んで傷口に当ててあげればお薬になるわ。私も手
手伝う。この人たち、どこかで休ませてあげられないかしら。宿屋だったらいくつかベッドもあるよ。じゃあ宿屋へ運びましょう。手伝ってくれる？うん。これは。あんたたちか。しっかりしろ。何があった？親父たちが闇の力を取りに行ったことを知って、フォグマが親父を殺そうと。それで親父は町のヒューマをけしかけて、フォグマを止めようとしたんだが、このありさまだ。なんてこった。お願いだ。このまま争いを続けたら、この町は。頼む。おう、みんな行くぜ。どこに？どこだっていい。親玉を捕まえてぶっ飛ばしてやる。目が覚めるまでな。殴るのはともかく、この状況を見過ごすことはできない。俺たちで説得してみよう。ああ、その前にハックとイゴルを宿屋へ連れて行こう。二人に付き添ってやってくれ。外は危険だ。お前のためにもその方がいい。はい。待て。なんだお前たちは。邪魔をするな。こんなことをしても何にもならない。冷静に話し合いをしてはどうだ。ガジュマンのくせにヒューマンの味方をする気か。どちらの味方もする気はない。お互いを傷つけ合っても溝が深まるばかりで何の解決にもならん。溝を埋める気などさらさらない。ヒューマを根絶やしにしてしまえば溝などなくなるのだからな。何が根絶やしだ。それはこっちのセリフだ。やれるもんならやってみろ。我らが同胞が黙っておらんぞ。口先ばかりのヒューマなど怖くもなんともない。やってしまい。待て、やめろ。兄、あんたたちいい加減にしなさいよ。やめろ、やめろって言ってんだ。ミルハウスだ。サレとトーマもいるよ。族長二人を拘束し暴動を鎮圧せよ。はい、どいたどいた。おとなしくしないと痛い目に遭うよ。なぜ奴らが正規軍と共に行動を。どけと言ったらどけ。おばあさん、どこに落ちたい。あいつら。待て、サレ、トーマ。何？僕たちは将軍閣下の命令に従ってるだけだよ。いたずらに民間人を傷つけるようなやり方は認めていない。ふん、綺麗事で争いが解決できるとでも言うのか。私の命令は王国の意思だ。命令違反が何を意味するのか分かっているのだろうな。分かったよ。行こう、トーマ。大丈夫か。あんたらの世話にはならないよ。将軍、ガジュマとヒューマの両族長を拘束しました。ただいまをもってこの町をカレギア軍の管轄下に置き、すべてのヒューマとガジュマを町の東西に分けて暮らすものとする。全体一斉に行動開始。抵抗する者は実力を持ってこれを排除せよ。
さっきの騒ぎが嘘のようだな。あとは軍に任せて、俺たちはハックに話を聞きに行こう。あの人が、ミルハウストがそこにいる。でも、私はもう。将軍、制圧はほぼ完了しました。逃亡した者たちの襲撃に備え、各自警戒を怠らぬよう通達せよ。はっ。ミルハウスト、これは一体どういうことだ。ラジルダは以前からガジュマとヒューマの関係が悪かった。近頃前にも増して空気が不穏だと聞き、軍を率いてくればこの有様だ。なぜサレやトーマがお前と共に行動している。ジルバの命令か。力で民衆を抑えつけるようなやり方で問題が解決すると思っているのか。ガジュマとヒューマの共存社会を取り戻すためなら、私はどんな手段も辞さない。それが私の意思であり、ひいては王国の総意でもある。ジルバ様も、そしてサレア・トーマも、それに従っているだけのこと。ならば手を携えて、理想を目指すのは道理ではないのか。でなければ、私とて、陛下が生きていてくだされば、お前たちが陛下を、陛下のお命を。カレギアは私が守る。誰にも手出しはさせない。ねえ友人、僕たちは僕たちにできることをしようよ。ね。そうだな。ハックに話を聞きに行こう。みんな本当にありがとう。おかげさまでそんなひどい怪我でもなかったし、もう大丈夫だよ。イゴルは帰っちまったのか。ずいぶん具合も良くなりましたし、お父さんが軍に連れて行かれて大変だからって。ハックさんは大丈夫なんですか。闇の力のことでこの町のガジマから追われてましたけど。うん、おかげさまで。ガジマの族長も捕まっちゃったし、町は軍に制圧されてこの騒ぎだから、うやむやになっちゃったみたいだね。この人から聞いたんだけど、闇の力と聖なる鳥の力を手に入れたんだって。ほんとびっくりだよ。それから僕に聞きたいことがあるんだって。僕に分かることなら何だって答えるよ。助けてもらった恩も返してないしね。雲海にそびえし塔というのに心当たりはないか。雲海にそびえし塔、それも君たちの探しているものと関係があるんだね。そうだな、雲海っていうのは雲を上から見た様子だから、その塔はよほど背が高いとか高い場所にあるってことだよね。だったらあれかな、確か極縁のあたりに昔山の遥か上に人が住んでたっていう言い伝えがあるんだけど。極縁、山の遥か上に住む人、可能性は否定できないわね。確かな話じゃなくてすまないね。ううん、助かったよ。また何かあったらよろしくね。ひとまず極縁に行ってみよう。北へ向かうぞ。それ。やあ君たち、遅くなったけど挨拶に来たよ。これまで僕はずっと人の心をバカにして生きてきた。軽く遊んでやればいいと思っていた。でもそれは大きな間違いだった。君たちとの戦いで
僕は心の大切さを学んだ。心の力ほど強くて大きくて不愉快なものはないってね。だから本気で叩き潰すことにしたんだ、君たちの人の心をね。今日は挨拶に来ただけさ。将軍閣下の目があるからね。でも覚えといた方がいい。君たちが泣いて謝っても僕は絶対にやめないよ。だって君たちほどの強い心を踏みにじるのってとても楽しそうじゃない？また会おう。され！俺たちは俺たちのやるべきことをやればいい。ベイグ、極限へ向かおう。され、いつ見てもムカつく。よせ魔王、そうやって怒ることこそされの思うツボだぞ。だけどあいつは人の心を踏みにじり、怒りや苦しみを見て喜びを感じるんだ。まったく、とんでもないひねくれ者だね。それもあいつにとっては褒め言葉かもしれんがな。なんだ、あんたこんなところにいたのか。あ、はい、突然いなくなってごめんなさい。いや、いいんだ。悪かったな、こんなゴタゴタしたところに連れてきて。いえ、そんな。ベイグたちにも一言謝っておきたかったんだが。ついさっきまでここにいたんですけどね。ベイグ？ベイグがここにいたの？ええ、君、ベイグさんの知り合いなの？はい、ベイグはどこに？多分、キョグエンに行ったんじゃないかな。僕が行くように勧めたんだけどさ。キョグエン？私がいた。やはり、あの子、クレアなの。どうした、クレア。え、ああ、いえ、何でも。疲れたら言うんだぞ、いいな。はい。このままで、本当に、このまま黙って。